心しろ。剣士ってのはどいつもこいつも危ない技使いやがる。俺はな、この世で一番剣士が大嫌いなんだよ。殺してえくらいにな。ジャングル隊長。おいお前ら、ちゃんと巡回はしてるのか。エデンの近くででかい騒ぎがあったんだぞ。すみません、押しかける人の対応で手一杯で。何のための衛兵隊だ。しっかり任務に当たれ。はっ、申し訳ありません。ジャグル、キャプテンのイーデンスワイ。おい、こいつをローにぶち込んどけ。この男が何か。こいつは剣士なんだよ。剣士、しかも見たこともねえようなえぐい剣法を使いやがる。人を爆発させる剣法を使うやつなんざろくな人間のはずがねえ。こんな危険なやつをエデンの近くに野放しにしとくわけにはいかねえからな。しかし先ほど聞いた話だと、その男が野党から少年を助けたと。ふん、騙されるんじゃねえよ。助けたに違いねえんだ。俺はエデンの衛兵隊の隊長、ジャグルだ。エデンの秩序を守るため、お前を牢屋にぶち込む。一つ聞きたいことがある。牢はエデンの中にあるのか。何言ってんだてめえは。当たり前だろうが。そうか、分かった。おい、こいつに情報をかけろ。お前はエデンの牢獄で囚人として過ごすんだ、一生な。安心しろ、長く苦しまないで済むよう、ちゃんと短い一生になるよう配慮してやる。よし、連れてけ。